はい、じゃあ、本日も三座小説ご覧いただきありがとうございます。ちょっと数日前に予告はしましたが、今日はなんと西田さんと対談なんですけど、スペシャルゲストお越しいただきまして、石井さん、じゃちょっと簡単自己紹介 いきなり振りますが、はい、私アニメーションのプロデューサーをしておりまして、今は今公開中の宮崎駿監督の君たちはどう生きるかの、プロデューサー補としてですね、仕事しております。でカメラが大好きでして、はい、でジブリでツイッターがあるんですけど、まあ、その写真とかを僕撮ってまして、でもうライカーが大好きでライカーショップに通ってたら、お二人が楽しげに給水を手に入れてるのを見てですね、思わず声をかけてしまったら、今日ここに呼んでいただいたということで、はい、本当によろしくお願いします。よろしくお願いします。光栄です。はい。でも、まあ、西田さんは説明いらない気もしますが、一応じゃあ。もうぜひ紹介させてください。はい、どうも、西田渡です。一応って失礼ですね。基本的に、スチルの、こっちの写真の方の YouTube のチャンネルをやっております。西田渡と申しますので、最近はライカも結構好きですしね、ライカのカメラやキャノンのカメラとかを紹介しているチャンネルをやっております。西田渡です。よろしくお願いします。いきなり別になんかスポンサーでも何でもないんですけど、石井さんから。ああ、すいません。本をいただいちゃったんで。はい。簡単に紹介してもらっていいですか？これはね、映画の主題歌の米津玄師さんの CD なんですけど、写真集がついてるんですよ。うん。160ページ。でこれはまあ、160? これは米津さんが宮崎さんや鈴木さんと楽曲制作を作るまでの過程を僕ずっとライカで撮ってたんですね。うん。で、まあそれを写真集にして入ってるんで、まあ今日はこうカメラ探求ということで、ちょっと、はい、渡した感じで、はい、ありがとうございます。すみません、楽しみです。はい、はい、いただいてもらってもらいました。アマゾンで普通に買えます。買えます。はい。ということで興味ある方、概要欄にリンクしておきます。でですよ。で、まあ一応流れとしては、西田さんのチャンネルで今日はまあ先に西田さんのチャンネルを多分見ていただいた方がいいと思うので、対談としては、まあ西田さんのチャンネルに概要欄から飛んでいただくと。まあ、ライカ Q3 を西田さんと一緒に約1週間前に買いに行って、まあ、石井さんともお会いしたんですけど、まあ、1週間使った Q3 の感想。あと、ちなみに石井さんの Q3 は僕らよりも手に入る、早く1週間。そうですね、ちょっと早めに。うん、だから、まだ日本に貴重な Q3 が3つもここに。3つもある。ていうか、ここだけでなんかちょっと僕の多分スープラ買えそうな感じになってるんですけど、スープラやばいですね。これスープラです。これスープラやばい。スープラぐらいの。スープラどんな単位だよっていう。はい。なってるんで、まぁ、ちょっとその Q3 の、まぁ、1週間目のインプレッションを、うん、語らせていただいて、うん、まあ僕の方はそのなんかまあ余韻で、まああと動画に関してもとも思ったんですけど、ちょ西田さんが西田さんのチャンネルの最後でいきなりぶっこんだんで、いやそうですね、望まれてることを僕がなんか期待に規定路線で答えただけですからね。なのでまあちょっと僕ちょっと最初の打ち合わせの流れと変わっちゃいますけど、もうじゃあちょっと正直に。いいですか？お願いします。まあ、僕 Q3、まあ、Q2 から今回ライカにはまりまして、で、Q2 で、まあ、これいきなりもう本当僕も全然自分のチャンネルでも語ってないことなんですけど、まあ、Q2 で、西田さんに、まあ、Q2 をやるきっかけで、まあ、動画を撮るため、Vlog を撮るために Q2 をゲットしたんですけど、まあ、1日5枚写真を撮ってみなと。うん、スチール写真をね。スチールを、はい。で、まあ、動画の最後に、じゃあ今日のライカみたいな形で載せるっていうのをやってみると、写真も面白く、上手くなるよっていうのをアドバイスいただいて、うん、まあ、ほぼほぼ半年休みなく。ずっと続けてらっしゃいましたもんね。1回か2回飛ばしたけど、でもほぼほぼ休みなく半年以上やったんですよ、Q2 を手に入れて。正直、全然写真うまくなんないし、結構苦行だなと思って。でもまあ約束しちゃったからせめて日本にいる間まではやろうかなぐらいな感じで、写真を撮り続けたんですけど、なんか2週間ぐらい前に突然、なんかそれこそ朝起きたら、変わってたみたいな感じで、なんか楽しくなったんですよ。写真撮るの。楽しくなっちゃいました。急になんか、で、上手くなったかどうかは別ですよ。それはちょっとわかんないですけど、ただ、写真撮るのが楽しいなって思ってて、で、Q3 買ったでしょ、うん、で、石井さんお会いしたでしょ、はい、で、石井さんがその場で、ちょっとまあ、ここでちょっとお見せできないかもしれないですけど、まあ、僕も Q3 と、M11 と、はい、M11 モノクロも持って、で、
宮崎さんの写真とかをプライベートで撮ってるんですよ、うんうん、現場の写真として撮ってますね。その場としては多分5分10分も話してないあてまでしてですね、もいらっしゃらなかったんじゃないかな、うん、で、iPad ミニかなんかで、はいはいはい、撮られてる宮崎さんの写真をご覧いただきましたね。パパッと見せていただいた時に、なんかうわーって思っちゃった。僕もうわーって思いました、なんかうわーって思って、何これって思って、でそのちょっと前に写真楽しくなってっていうのがちょっと自分の中に生まれてたんです。でもいや違う違う騙されちゃって、これは、ね、騙されちゃいけない、この恋心は何か違うぞ、違うぞと、好きになっちゃいけない、で絶対好きになっちゃいけないんだっていう、M11 欲しいなんて口に出したら絶対負けだから、絶対しないぞって今は口に出してましたって思ったんですけど、す、うん、2日前ぐらいにこの対談をするって時に一応これ言いたくないんですけど、まあ、M11 どうですかねって西田さんに言っちゃったんですよ、ね。あららね。そうですか。したら、じゃあ持ってきますよ、みたいな。で、まあ、石井さんも来られますよ、と。そう、今日ね、ほんとに。で、M11 持たれてますよ。Q3M11 みたいなコンビですよ。今、こう、挟まれてるんです。もう、同じセットで。そうそう。完全にオセロだったらもう、積んでます、ね。完全にもう黒く、積んでます、ね。そう。なんで、ちょ、そっち、お話聞きたいなと思って。ああ、なるほど。もちろん動画性能も格段に上がりましたからね。Q3 ね。Q3 ね。その話も。はいはい、うん、まあでもなんかだから でも M11 って動画撮れないですよ。撮れません。うん、撮れません。で、うん、マニュアルフォーカスですか？です。ね、もう完全にもうマニュアルフォーカス。どうやって Q3 と M11 を使い分けるんですか？僕は基本、ほぼ M11 です。あ、そうなんだ。はい。で、例えば 28mm ありますから、スタッフが広く話をしているときは、11に撮ったりとか、あとはその、クロップ耐性が非常に高いので、アフレコ中とか打ち合わせ中とかに、もうほぼ隠しカメラのように撮っておいて、あ、なるほどね、で、後でクロップして、記録しておくっていう感じで、ほぼ M11、8、9、2ぐらいですけど、うん、やっぱり突然動画撮らなきゃとか、突然そのインタビューをちょっと撮ってくんないみたいな時には、もうそのままその場で動画を撮って。もう9でも。9でも全然、むしろ普通のミラーレスで撮れるよりも綺麗ですからね、うん。マイクもいいですしね。うん、で、その、写真として、でも別に Q2 とか Q3 だって、もともとカメラは、まあ、基本静止画を撮る。カメラだと当たり前ですけど、何言ってるかって感じですけど、十分性能がいいんですけど、M11 の方がいいんですか？ M11 とか、まあ、M 型ですよね。はい。うん。西田さんどうですか？何が違うんですか？何ですかね。目的地に行く道のりは一緒なんですけど、車もスープラマニュアルに変えたじゃないですか。はい。めっちゃ楽しいと思うんですよね。うん。完全に俺がその道を行くのにたどり着いたんだぜっていう、その写真は俺が完全に撮ってやったんだぜっていう、そのアウトプットが一緒だったとしても工程、たどり着くマインドセットとかそういったところをより理解させてくれるっていうか、俺はどういう考えを持ってその道をたどり、その目的地に行ったんだっていう、どっちかというとこれはテスラほどじゃないけど、ある程度目的地やったらちょっと若干手離してもワンチャンとある程度走ってくれんなみたいな、その感覚ってあるじゃないですか、そこに近いかな、たどり着こうとするところは一緒かもしれないんだけど、だから石井さんはさっき西田さんチャンネルでは Q2 で Q2-3 で撮ったやつはあまり心に残らないって語弊がありました、記憶に残らない、記憶に残らないね。 M11 は残るみたいな、はい、でやっぱそれはその撮る過程がやっぱり脳に何かを、まずその素通しで見てます、であと撮った後いちいち確認しないので、シャッターを押して家戻ってライトルームで開いた時に初めて見れるんですよね。そうするとその場でどういう打ち合わせがあったとかどういうこと喋ったかってことは普通に覚えてるんですけど、やっぱりその、まあ、Q3 というよりはいわゆるミラーレスカメラで一生懸命撮ってると、もうそのことしか覚えてないんですよね。いや、なんかフィルムで撮ってるに近いです。近いです。フィルムで撮ってるプラスその場のことを、まあ、ありありと思い出せる、あとはズームじゃないので、いちいちそのズームレンズでああだこうだってしないで、もう僕とその被写体の距離は決まってますから、もうその間でカメラをこうやってるだけなので、撮れてはいるけども
その場で起きていることはいつも通りっていうところがものすごくその、仕事はね、僕本業はそっちですから、うん、なるほどね、それがやっぱりすごく大きいんじゃないですかね。なんかね、だから、うん、そうだよね。なんとなく、今僕は正直、半分ぐらい入ってくんですよ、うん、言われてることは、うん、でも半分ぐらいは多分使ってないから、うん、そうなんだよね。例えばその運動会で一生懸命子供を取ってるうちに大事な運動会何も覚えてないってことが多分あると思う。それな、そういうことは絶対ないです。うん、わかるわ。花火大会も、うん、花火見た思い出残ってないって、うん、写真は確かに残ってるけど、うん、だそれなんかよくカメラ好きの人が言われる、うん、あるあるじゃないですか、うん、カメラあんまり興味ない人からお前なんかその場を楽しむんじゃなくて撮ることに集中してないみたいなことよく言われるのがないってことなんですね。ないですね、ないですね。その感覚は分かんないからちょっともうで、ね、僕も性格上分かんないと一回なんか興味持ったらやらざるを得ないっていうちょっと構えていいでもまだちょっとパッという感じでは僕は似合いますよねその話似合いますよね。だからこの感覚が分かんないですよね。あとはやっぱりその相手が構えないってもすごく大きいんじゃないですかね。でかいですよね。あの僕ずっと大きめにミラーレスで撮ってたんですけど、うん、これに変えてからやっぱり笑顔をいただける宮崎さんとかから笑顔をもらえる瞬間は明らかに増えましたよ、ね、やっぱり大きいカメラ持ってると、うん、やっぱみんな構えますよ、うん、だけどこれってもうなんかコンパクトカメラみたいな大きさだから、うん、あと笑顔を撮れるし、あとはまあ笑顔の一番いい瞬間を撮れる、うん、これはまあ専門家の西田さんの方があれかと思いますけど、まあ、ブラックアウトしないというかね。そうですね、やっぱり、うんうん、僕も人生で初めて一応30年近く写真撮ってきてるんですけど、自分自身でM 型使うようになってから、これもうメカ的な機構の話なんですけど、初めてその被写体を俺は撮ってる瞬間を見てるってことに気づいた時に、結構哲学チックなんですけど、あそっかって、俺本当に被写体見てなかったんだみたいな、この経験が結構でかくて、なんかだから僕最近その石井さんとお会いした以降で M11 とか気になる以降で結構対談の動画とかもあの動画のチャンネルとか、渡辺悟さんのところでね、写真集で結構見るようになってから、はい、そのみんながそれ言ってるじゃないですか、そうなんですよ、ね、こんな圧力なんか多分使ってらっしゃらない方はそんなの変わんないよ、だってブラックアウトで一瞬だし、うん、連写で撮ってればいいじゃんって思うだろうと思うんですけど、実際にやっぱり家帰ってみると本当に僕がなんか話してて楽しかったなみたいな瞬間がやっぱ撮れてるんですよね、うん、これはまあしょうがないですね。ビビるぐらい下手になりますよ最初。結果見えてないし。下手から下手になる用がないけど。あとねフレームがねずれるんです、ね。ずれるんですよ。ここで撮ってるのとここで見てるので、そうこの差があるので、うん、そうなんですよ。だからいい感じで構図撮ってるつもりが、あの帰ると見切れてるとか、ど真ん中に合わせてる。いいことないじゃないですか。でもそれをねなんとなく。あこういう時はちょっと左にずらせばいいんだかって思い始めると、うん、そうすると次第にもうこうならなくなります。もうなんかこういう感じになります。で距離も分かるんですよね。分かるんですね。そうだいたい向こうのテーブルだとこの辺だから、でまあここがその距離計なんですけど、うん、あだいたい2メートルぐらいだなと思って、これ西田さんも解説され、西田さんの YouTube チャンネル見れば分かりますけど、でこの辺にしてパッと確認しといたら、あとはもうこうです、みたいな。あじゃあそのレンジファインダーっていうこの特殊な、なんかこう真ん中にこう像がぶやけててこう真ん中に合わせてってピントをガチピン取る感じは実はそんなにしないんですか？一回やっちゃえば、あもう話してる時はもうこうでいいですか？あとだんだんとピントってどうでもいいみたいな、ブレてた方がとかかっこいいとかね、うん、ある程度シャッタースピード稼いでそこそこ合ってれば絵として成立するなんで、そう多分レンズの性能がいいから、あのちゃんと改造はしてるからこそガチピンじゃなくても絵として破綻しないんですよね、うん、悪いレンズになると本当にピンボケはただのダメ写真になっちゃうんですけど、うん、それもうまくできててっていう、だんだんとですね、あのちょっと話が通じなくなってくるっていうか、時々こうスピリチュアルな方に行き過ぎちゃうミュージシャンとかいるじゃないですか、うんうんうん、これ振り切りすぎちゃうとそこに行っちゃうような感覚になるので、あの一番僕難しいんですけど、分かりやすいと思うのはスマホが便利になるがゆえに、うん、なんかいろんなことやってる感覚なくなってくじゃないですか、うん、
それと同じことが多分最新のカメラで起きるんですけど、うん、あのこれ使ってる分には普段やってることをそんなにこうなんか確証してる感もないから、うん、まあ、とても楽しいですよね。確かにね。いやなんか俺スマホいじってんだかなんか仕事してんだか分かんないってことになるじゃないですか。あーシームレスな感じね、うん、悪い意味でのシームレス感っていうか、そういう感じはないですよね。でちなみにこの M11 を Q3 と、まあ、併用するとあたっては、まあ、Q3 って基本 28mm のレンズがついてると思いますけど、M11 はどういうレンズを使えばいいんですか？あ、M11？ はい。M11 さ、いや。まあ、買わないですよ。ええー。まあ、僕が行くとすれば、なんて言うんだろうな。やっぱ、去年ライカは35か50だと思ってて、うん、で、よく言われるのは、まあ、古い人っていうか定石と言われてるのは28だったら大体倍とされる28、50、90っていうのをその3本揃える、35だったら35、75みたいなっていうふうに言われてはいるんですけど、まあ好きな距離使えばいいんじゃないのっていうのと、僕はドリキンさんだったらやっぱ35から入る方が面白いんじゃないかなと思います。うん、いきなりやっぱなんていうかな、不可逆ってきついじゃないですか。うん、35だとちょっと広く撮ってるで、後で可逆で抜くことも可能なんで、50だ必要と思えば50、うん、でトリミングしちゃえばいいし、あとはだんだんと、いやちょっと広いなって感じ始めたらぶっちゃけ50買っちゃえばいいんですし、うん、それが魅力ですよね。レンズ差し替えられるっていう、まあ、通称沼って呼ばれる。ちょっとなんか自分理由づけてるのは、ええ、あとそのこのレンズが実はコモドに使えるっていうことに最近気づいてしまって、そうなんですね。プロの現場でライカの M で撮ってらっしゃる方結構いらっしゃる。いますね。います。M で、うん、海外の映画監督とか撮影監督さん結構使ってますよね。ああ、そうなんですね。なんかシネマカメラにライカレンズ。もともとシネマカメラはねマニュアルでやる方も多いし。で結構僕 R レンズのライカの R の 19mm かな、19mm のやつはずっと前から定期的にこうリロードリロードみたいな。しかも値段も比較的こなれてますもんね、 R レンズ。まあでも結構そうでもないです。あ、そうなんだ。そうなんだ。値上がりしてきて、そうそう、もうなんか3桁出て、3桁ぐらい、3桁はい、行っちゃってたりとかしてて、でも買うタイミング逃してるんですけど、僕が知ってる R レンズって言えばまあ言っても20とか、いやいや、なんかもうそういう需要があるのかもしれないですね。うん、まあ、結構なんかそのシネマ界隈の人がなんかブラックマジックとかにつけたりとか、あ、じゃあそれでこうパンといったのか。僕のイメージは E マウントを使ってるまだ α9 の1、2あたりの時代にマウントアダプター経由で、R レンズつけて、でスチルでポートレートとかグラビア撮ってる方とか、そういう使い方運用されてるっていうのは結構見聞きはしていたんですけれども、だからで今度僕2大体制になったんで、最近こういったな、今日はちょっともうちょっと日本にあのサンフランシスコに戻る、直前なんで、実はもう一個のカメラはおあの送っちゃったんで今1大体制でやってるんですけど、うん、2カメにするときに結構2カメは、その対談してる人の結構アップを撮りたいなってあった時に、まあ、50とかは実はちょっといい使いやすいっていうか、1.5倍、75倍なんですね。僕、そう、広角しか持ってないんで、うん、この間意外となんか寄れないってことに気づいて、うん、2カメも広角になっちゃうとちょっと難しいんで。まあ、あとね、仮にクロップしたとしてもっていう、うん、だったら最初から。そう、だからまあ35か50とかあると、まあスーパー35なんで APS-C 相当でちょっと 1.5 倍ぐらいだと、そうだね、ちょうど50か75。結構50か75ぐらいになるんで、いっかなーなんて思ったり、さすが戦略家って思ったりってか言うと、だんだん詰められてきてまあ結構嫌な流れになってるっていうのはあるんですけど ね、僕もあの LINE さえいただかなければこういう風な対談はする予定じゃなかったですけど僕も呼ばれることはなかった。そうなんです、詰められてる。そう、まあただなんかこう本当に今日もずっと食事の時から、あの西田さん対談の時もあったんですけど、ここまで来たらこの何ですか、コミュニティに入ってみないと見えない世界もあるし、逆にその入ったことによって広がる世界観もあるから、うん、まあ興味は出てきたなっていう。広がってきましたよね。何の僕の動画は本当チャンネルなんでオチもないですけど、まあ、いやでも動画今使えるっても大きいし、うん、あとはこんなに何かこう
日々が楽しくなるとは僕も思わなかったですね。なるほど、うん、あのドリキンさんがさっきこう球を持ち出すとホワってなるって言ってる病気じゃないですか、うん、あのホワ体験みたいなのは確かにあるんですよね、うん、これまたにこうやって、まあ、今もう逆にグリップがあるカメラはちょっと違和感がちょっと出始めてて、すっごい分かります、分かります、あの最初はいろいろ買うんですけど、全部いやいらないわみたいな、うん、なのでカメラを持つ時にこうやって持つ癖がついてるんですよ、うん、でこうやって持とうとしちゃうからキヤノンとかもあグリップあるからそっかみたいな感じになって、うん、それぐらいこう持ってこうしてここでみたいなこういう始まるとよしみたいななんかこういう気持ちになって朝起きるのが楽しい、うん、やばいですよね、うん、夜寝るのが楽しい、うん、まあ、でもずるいっすよね、眺めててもちょっとこう楽しいっていうのもあるから、うん、撮らなくても大変ですけど、ライカ 9シリーズってライカの沼にはまらない一番コスパのいいカメラで、もうこれだけ買っとけばもうその後ライカのいろんなレンズ選んだりしないでいいし、いやそれはね間違いですね、これはあのM への入り口です、っていう気持ちがちょっと半年使ってみたら、はい、分かってきてしまったな。でもそれで M を買ったからといってこれが古びることもないんですよ。だから僕も要はライカは、M から入ってて、うん、まあ、ライカ CL っていうのから厳密に入ったんですけど、うん、まあ、M から入って今 Q3 も買ったんですけども、まあ本当にこれ買って後悔は全然ないんですよね、うん、ここがまたやっぱ住み分けてが面白くて、うん、僕はとにかくこの 28mm ズミルクスを使う経験ができるっていうこと自体が、しかもジャーマンライカのズミルクスね、うん、パナライカではなくっていう、これが結構僕の中でも大きいから、ボディの出来どうこの前にこのレンズを試せるっていう時点でもう M 型だと100万円するんですよ、うん、あ、じゃあレンズだけでね、レンズだけで、そう、M そうですよね、M 型レンズの100万円をもう要はボディ実質無料みたいな状態の感覚でいるから、そうなんですよね。いやだから僕、まあ、ぶっちゃけそれでそんな話をして、まあ、もう僕も気になりだしたら結局は皆さんに言われても本当気になったら結構欲しくなっちゃう側なんで、まあ、正直なんですけど、うん、動画が撮れないっていうのが一番問題で、動画が撮れないからどうしようかなとかって今日もずっとなんか、シャワーとか見ながらどうしたらどう動画撮れないかなとか思って、まあでも写真が撮れてるからアフレコ的な感じで音声を残す、なんか静止画にちょっと載せる、やっぱりメインの動画は撮るんですけど、途中に B ロールとはまた違うけど静止画になんかアフレコでちょっとそのシーンを解説するみたいにしたらちょっと新しい動画のスタイルにもなるから、すごいですね。いいかなとか朝考えてて、もうレモンを買うために理屈を、そうそうそう、もういつもそうなんですよ。僕大体そこ手段と目的を履き違えてるんで、散財の基本で。でもガジェットで逆に自分のライフスタイルをコーディネーションしていくっていうのはやっぱ面白いですよね。そうで、なんかじゃあ音声撮るためにちっちゃくてもいいからなんかカメラ乗っけるべきかなとか思って、じゃあ GoPro をこのカメラの上に乗っけて撮影したらいいのかなと思ったら、どっかでそれやってる人いるなみたいな、そうそうそう、そうそうそう、そうそうそう、っていうのでなんかあれと思って、インスタさんの、そうそうそう、なんかなっちゃったとか思って、で、ただ僕インスタさんの丸 Go2 って最近手に入れたやつがあるんで、あれはここにつけられるから、ここである意味ピンマイク的な感じで映像を撮りながら写真撮るってやると、ね、つけて面白いかなとか。FPV ですよね。まあいろいろ考え始めてしまって、うん、ちょっとワクワクしませんそれ。むしろあのコンパクトになりますからね。あ、そっか。そうですよ。確かに。大体なんかもうやばい手口の人たちのあの語り口調なんですけど。あ、でもね、一つ言えるのはね、もう本当に胸を張ってお勧めできますよね。そうなんだよね。楽しいんですよ。あの、うん、写真っていう概念がやっぱり変わりますからね。うん、もう違うから、もう全部、うん、一眼レフとも違うし。EVF そのミラーレスも違うしっていう、このレンジファインダーというガラス素通しでそのままピント合わせて切っちゃうっていう行為自体が、これはやっぱ一度多分人生で経験しておくべきなんじゃないですか。多分まあどこにやべえいらねえつは言っちゃえばいいんだし僕そういう派だから、はいはい、うん、どこにピント合わせるかもどうフレームするかももう全部決められるのなんだよね。もう最悪もう適当にこう絞ってこう距離計で後でこう押すだけっていうこういう乱暴な撮り方もできるから大体ピント合ってるんですよ。おーすごい、うん、そうなんですよ。ここにあの距離が書いてあるんで、うん、でテーブルの高さって大体決まってるじゃないですか、うん、それ向こうに座ってる人はこんくらいだなって思って、うん、パッと撮ると大体撮れてますよね。
そうするとオートフォーカスは何だったんだろうなと思うことはあります。そうなんですよね、うん、だピント合わせるっていう行為自体もなんかちょっと最近ハテナがあって、うん、そうだからあれを今撮ろうとしてるのか、あれは今距離はどれぐらいだなっていうふうに考える概念が今はないんですよね。カメラが勝手に拾いに行ってくれるから、うん、今までどうやって俺写真撮ってたんだっけっていうところにこうなんか呼び覚まされたというか、うん、ピント合わせるってなんだみたいな、ちょっと哲学っぽくなりますよね、うん、まあなんかっていう何の気持ちがとても分かるんですけど、うん、まあでも本当に楽しいんですよね、うん、まあ僕はプロでもないし、うん、別に画質とかそんなこと全然こだわる人間でもないしそんなこと語れないですけど、楽しい。シャッター音のこの小ささとかも結構ですね、うん、小さいよりなんかカタッコトっていうようなそのメカニカルな感じも残り、あとは単純に被写体の方のとても素敵な笑顔が撮れることは間違いないです、うんうん、やっぱり構えますよ、うん、大きいカメラは。まあでも Q もそこはすごいありますよ。ありますあります、うんうん、それも強いかもね、うん、とにかくいい笑顔をいただけるっていうのはすごく大きいですね、うん、あと分かんない、そのこんなこと語られてましたけど結構顔こっち見えてるから、うんうんうん、なんでしょうね、こううんうんうんみたいな感じで話を聞きながら切っちゃうから、あんまりこう違いでかい自我力でうんってならないじゃないですか、うんうん、それも大きいですね。なんで今までずっと覗いてたんだろうって気分にはなりますよね、うん、ピントってそんな必要だったっけみたいな、うん、今でもレッドで収録されてて結構そういう感じになってません？ある程度ここまで合わせとけば、まあ、大体合ってるよねみたいな。そうなんですよ、うん、だからそこもあってちょっとその僕は動画の観点から来て、うん、でもやっぱり結局動画のシネマフォトグラシネマの本当ビデオ撮るっていうか、ビデオのプロのビデオグラファーの人たちはマニュアルするっていう気持ちになんかようやくこう、うん、そのスタート地点というか、うん、その思考のプロセスのなんか一歩目に近づいてきて、今もこれマニュアルフォーカスにしてますけど、ですよね、まだなんか不安は多いんですけど、うん、なんかこっち側の方が多分正しいんだろうなっていうのが出てきて、慣れてくると結果楽ですよね。要はもう自分がコントロールしてるわけですから、うん、もう絶対そこはピント動かないっていうことは、うんうんうん、逆に絶対にちゃんと映ってる証にもなるんで、下手になんか暴れちゃってなんかのきっかけ で、うん、でずっとピント抜けてたら演技台無しですからね。本当に使えないですもんね。僕結構実写の撮影現場に立ち会いますけど、うん、もう当たり前のように監督がここでこの人が入ってきてここにピアノした後、このセリフ言った後にこっちって指示してるから、うん、まあ当たり前のようにマニュアルなんだと思うんですよね。2メーターの距離から1メーターに動くから、そこから1メーターをこう動かしていくところでセンス問われるとかね。例えばスーっていう、であすいません音動かすちょっと外れてましたってことは絶対現場ではあってはならないんですよ、うん、なるほどなるほど、うん、そこはやっぱり機能がどんどん進化する、いわゆるその民生一般ユーザー用のカメラとはだいぶ現場のカメラは違う、うん、で多分その方々と同じようなことを僕ら素人でも、うん、なんか味わえる楽しさなのかなという気がしますよ ね、うんうん、ね、スポーツフォトグラフィーとかになると写真に関してはね、うん、もうやっぱりもうとことまでミラーレスで、うん、とことまでトラッキングっていう時代にはなってますけど、うん、それでもまだ交差するスポーツ、うん、アメフトサッカーとかっていうところではプロのフォトグラファーもやっぱりまだ一眼レフの方、なぜならミラーレスはまだそのピントの拾い方が弱いからっていう、ね、うん、粘りが黒白のコントラストで のフォーカスが弱いから、どうしても一眼レフの方に頼らざるを得ないというふうには言ってますよね。ドリキンさん M 似合うと思うんですまあそれもだけでもそれも大事ですよね、うん、やっぱり持っててなんかこうかっこいいなっていうのがあるじゃないですか、うん、所有欲はねもうぶっちゃけだけど Q よりか M の方がやっぱ高いですね。そうなんです、ね、うん、でもそれに勝るものってないじゃないですか、うん、服も靴も時計もアクセサリーも、うん、実はみんな裸で生きてるわけじゃなくていろんな鎧を着てるわけですけど、それにすごくもう今日の僕のチャンネルのお二人めっちゃ悪い顔になってますよ。大丈夫ですか？いやいや楽しいんですよもうね僕は買わなくていいですよそっちに来ましたか。そっちか、そういう持ってき方、まあ、僕の場合は太陽政策ですから。あ、そうですよね、照らします。あ、このもう厚着している彼の心を、うんうん、そうですよね、はい、どんどん北風吹かしてください。そして俺は照らしてあげますあなたを。北風の太陽、ね、この動画楽しいかな、まあ、まあまあまあでっていうね、ちょっとでもそういう悩みがちょっとあって、
あったのと、うん、まあ最初にもともと言いたかったのはやっぱり半年間その写真を撮り続けてたら、こんだけもう僕トラウマレベルでやっぱ写真ちょっと苦手とか辛いなって思ってた。本当に嫌だって言ってましたもんね、うん、本当に写真は自分はやんないかなって、うんうんうん、それはどうしたんですか。そのフレーミングなのか、その何がこう苦手意識があったんですか。いや、なんか出来上がる写真に何もこうなんかこう、あ、自分の中でのこう、ね、自分の中でのこう自分でうまく撮れたと思っても、うん、多分僕はだからそこにこう感性があまりなくて、下手にこうエンジニア的なというか、なんかこう構図が合ってるとかピントが合ってるとか、なんかシャッタースピードが露出が適正だとかいうことでなんか自分の写真を評価してたんですけど、結局それをインスタとかに出してもそんなに誰もいいとは言ってくれないのは、やっぱり多分そこじゃないっていう感覚で、なんかもうだんだん半年撮り続けてきたら、なんかもうそこ気にしなく、なんかそこいっかみたいな、もうなんかフレームもだから僕多分お二人よりも撮るときにめっちゃ考えてるんですよ。なんか無駄に撮るときに、なんかここは三角にしないと、構図は三角にしないといけないとか、あ、今日の丸そうそうとかいろいろあったりとかで、その3分割した時のここに被写体合わせ てとかっていうとかで、できるだけ余分なものは写さないようにしなきゃいけないとか、めっちゃ考えて、あと水平は撮んなきゃいけないから、一回撮るのにね、多分10枚ぐらい結構撮る。ああ、ちょっとずつ角度変えたりとか。です。とかやってたんですけど、その2、3週間前から、1枚もうその場でここ撮ろうと思ったら1枚みたいな、もうなんかどっかで吹っ切れたんですよね。それがまあでもまさに写真が楽しくなってきたってことなんでしょうね、うん、きっとね、うん、で出来上がったの見たら、なんかそっちの方が自分の評価ですよ、自分の中ではそれこそその場の思い出が残るじゃないですけど、うんうんうん、あ、なんか俺これ撮りたかったんだ、ここ撮りたかったんだっていうのが写真を見て、あ、思えたっていうか、今までなんかこう撮ろうっていう、ここなんかここ、あ、よし今日はじゃあ一個ノルマを達成するためにあれを撮ろう、で撮るための構図はじゃあみんなにうまいって言ってもらわないといけないから、うんうん、じゃあここにそういえばなんかルールはいくつかあったなみたいな、じゃあ三角っぽくするのか、それともなんかこうストレートにするのかとか、なんかそれに自分の持ってる知識のパターンに割り当てて、なんとかなんとかってやって、機械的に何かを撮って、はぁ、終わったみたいな。でも思うんですけど、そのつい2週間ぐらい前に楽しくなるきっかけ、あ、これぐらいでいいやみたいな多分気持ちになると思うけど、そこにたどり着くためにあがいたんですよ、逆に言うと。頑張ったんですよ、うんうん、めちゃくちゃ、うんうんうん。でも半年毎日撮るってめっちゃ大変ですから、前も言ったんですけど、下手な写真家さえも撮ってるから、それって。写真家でも休憩する日ありますからね、普通に。うん、撮らずに。でもどんな環境下でも毎日撮るって尋常じゃないことなんですよ。うん、YouTube の毎日配信と同様。で、なんかそれを思った時に、もう最初のお話になんか循環しちゃいますけど、うん、なんか石井さんとお会いした時にちょっときっかけをもらって、その写真見せていただいて、でなんか、あ、石井さんのことをまあ、こういう対談もあるみたいな話もあったから、ちょっとじゃあ知っとかないといけないなみたいな、変なあれですけど、でなんかで実際結構 YouTube でいろいろ対談とかされてるから、でそれで別に最初石井さんのことを調べようと思って見てたら、なんかその同じような、こう僕が考えていたもやっとしたところを解くような対談みたいなのもされてたりとか、で写真の解説、写真集の解説がされてるのとか見てたら、あ、なんか写真面白いかもしれないなみたいなのがなんかだんだんブーストされてったから、まあちょっと、まあそれはまあある意味運命なのかもしれないですけど、いやいやいや本当になんか結果、まあ自分が生きた証を残せばいいやみたいなところに最後多分みんなさんある程度行き着いてる方が多いと思ってて、今日ね、渋谷の光のソウルライター展2回目行ってきたんですけど、うん、まさに誰に見せるでもなく撮り続けた写真があれが響いてますよね。死後若い人がもう長蛇の列で見てて、うん、涙流してるわけですよね、うん、そうするとやっぱ撮り続けた人の凄みってすごいなって思いますよね、うん、もう一個後ろにストーリーが物語が感じるんですよね。これ誰にも見られることなくこれをやってたんだって思うと、うん、こうじわっとくるっていうか、そうそうそう、で来てる人がね、みんな若い人、若いんですよね。僕も行きましたけど平日ですよ、うんうんうん、ね、普通にね若い方々めちゃくちゃ、うん、あ、写真ってぶっちゃけ捨てたもんじゃないんだなって思っちゃうぐらいの熱量ですよね、うん、皆さんね、うん、
だからまあちょっと本当きっかけをいただいたし、まあ西野さんとも多分言ってたと思うんですけど、僕絶対写真には行かないよって、ね、Q2 買っても、うん、あくまでも動画としてだし、なんか写真には興味がないんですよって言ってたんですけど、うん、やっぱ結構その半年の作業が変わって、で最後にそういうきっかけがあったから、まあ、ちょっと気になっちゃったなっていう、ね、すごい変な気分です。僕ドリキンさんとは基本的にその各カメラが持ってるムービーの機能で語り合うっていう、そうですよね、どっちかというと西田さんの動画サイドでのつながりですもんね、うん、そう気づいたら徐々になんですけど、本当に写真の話をドリキンさんとするようになってきてるから、うん、なんか逆にそのスピード感に逆に追いつけないかもしれない、僕自身が、うん、急にこいつ M11 欲しいって言い出したみたいなね、なんかことないですよ、ですけど、それが、それがつい先日先々日ぐらいの世界なんで、ちょっと僕自身も結構追いついてないとか、本当に撮らない人って思ってたから、うん、でも実際の行動は毎日撮ってるんですよね、うん、ドリキンさんって100年後200年後残るのは写真だと思いますね、うん、その話さっきもしてましたよね、うん、やっぱり物質として残るし、うん、映像のインパクトが伝わるっていうのはすごい力があるんですけど、うん、そうおっしゃって物質としてとかっていうところになると、僕らは映像の仕事してるじゃないですか、ああやってライカショップで会って、うん、僕こういうことやってますっていうのをたとえ3分でも映像を見てもらうってできないんですよ、なるほど、ものすごく相手の時間を束縛するから、うん、確かに確かに3分は見せられない、ね、でもパッと iPad 出してこういうのやってますっていうだけで、うん、だって今でも覚えてますよ、あの石さんがあの撮影された、宮崎駿先生がこう横でこう縦一コースでこう歩いてるような、うん、引き絵で撮った写真とか、うん、未だに僕残ってます、あとモノクロ撮られてモノクロで、写真ってそういうパワーがありますよね、うんうん、あれすごいインパクトだった、うん、本当に、まあ、だからまあ何か言いたかったかっていうと、半年ちょっとライカを使ってみたら、うん、まあそのくらい興味の写真に興味なかった僕が毎日使っても飽きないし、うん、だしなんかしまいには写真に興味が持ってしまうぐらい魅力的だっていう、なるほど、はい、一応そういうオチにしとこうと思います今。本当そうですね、動画のプロフェッショナルだったドリキンさんがやり続けるうちに写真の面白さに気づき始めたっていう、うん、だそういうカメラっていう意味でも全くそんなのは予想してなかったですけど、うん、ただ動画も撮れます、写真も撮れますっていうカメラだとそういう気持ちはならないと思いますね、うん、いつでもできちゃうと思うから、うん、あさっきも僕も言わせてもらった、うん、何でもできるは何にもできないとニアリーイコールっていう、いつでもできることはやらない人はね、うんうん、だからまあ、 あの僕が Q2 を譲っていただいた方も、まあ、今日のお二人もみんな結果的には Q はM への入り口ですってその方もおっしゃってたんですか、そう全く同じこと言われる、同じことあの動画で同じからフェラーリに Q を譲りながらそう言ったんです、そうそう、あのその時に言われたかどうか分かんないんですけど、この間フェラーリに乗せてもらってドライブしてる時にライカの話もらったんですか、ライカの話になって、もともとその Q2 譲っていただいた方だったんで、あの実はねみたいな、青木くんみたいな、なんかライカだいたい Q 買う人はM 買うんだよみたいな、で僕あの友達に2人ライカを検討してる人いるんですけど、うん、2人にも Q 買うなって言ってます、あむしろ、うんうん、もうさっさと M 買った方がお財布に優しいし長持ちするよとも言ってますね、なるほどね、だ一応僕はこれはあれです、だから僕のこの動画を見て結構ライカに興味を持っていただいて Q2 なり Q3 を買った方たちへの警笛です警告動画、ね、罠だよ、うんうん、もう僕はそこに完全にはまりそうになってるからみんな気をつけてねっていう、危険だよ、危険だぞっていう、なるほどね、うん、悪魔死者が、はい、うん、そう、なるほどっていうあの感じでした、今日の動画あれですね、俗に閲覧注意系です、閲覧中です、本当に俗に言う、まあ、でもある意味ドキュメンタリーです、あの半年以上のその、いやここまで来ましたねドリキンさん、うん、でもう間もなくそのねサンフランシスコにお戻りだと思うんですけども、ねえ、なんか、ま、でもまた帰っていらっしゃることもあるんですよね、そうですね、もう多分またちょっと出張のペースも増えるので、なるほど、まあ、定期的にこういう機会をいただいたんで、あのまあフォローアップさせていただきたいですけど、じゃあ石さん嬉しいですね、また何ていうんですかね、また M 型の仲間が一人また日本に。ねね、できてっていう友達がたくさんできて、めちゃくちゃ嬉しいです、うん、次会う時ここに、ここに次会う時はここにもうぶる下がってますから、うーんまあそこはあのいやでもな、ドリキンさんまさかのまさかのまさかの M11 っていう単語をドリキンさんの口から出てくるっていうのがね、まあ、いよいよか感はありますけど、動画の方ってイメージがありますもんね、えー
まあ、だからこれもある意味、まあ、最初は今日動画の話を多分 Q3 の、うんうん、動画の、まあ、その話もちょっともしかしたら、ちょっともうちょっとあれがあったら、でもあんまりそこ実はそんなに語ることがなくて。うんうんうん、Q3 も素晴らしいですよ。Q3、素晴らしいんですけど、うん、まあなんかもう普通に良くなったっていうか、うん、オートフォーカスが、まあでもオートフォーカスが良くなったけど、ちょっとなんか初動が遅いんでまだ、うん、なんかファームウェアの問題だと思うんですけど。ね、ファームかもしれないですよね。ファームウェアで必ず多分良くなると思うんですよね。だからまあ、特に大きく丸くなったことはもちろんないですし、良くなってるんで、まあ動画に関してももちろん、いいなっていう感じではあるんですけど、うんうん、どちらかというとその僕のドキュメンタリーとしては半年ライカを使ってみたらこういうことになるよっていう。あと僕ね、告白すると最初 Q2 持ってたんですよね。で当然 M 型を買うのは躊躇するじゃないですか、うん、あ、やっぱしたんですね。昼間のねバルナックライカっての買ったんですよ。バルナック、行く前に。それはもうなんか60年70年前のカメラですね。コンパクト、よりコンパクトですね。そうそう、 M 型も、うん、であれはね安いんです。うん、5万円とかで買えるんですよ、うん、でこれでちょっと熱を冷まそうと、うん、でバルナックライカっていうのは M 型ライカの前身なんですけど、うん、でそれを使ったらもう楽しくて、うん、なるほど。それもレンジファインダー、レンジファインダーの、フィルムカメラです。うん、そう、これはあの写真家の渡辺悟さんっていう方にニヤニヤしながら「どうせ M 買うよ」とか言われて、うん、いやでもちょっとまずは。ああ、なるほどね。あがいたんですね。まあ、まあ、っていう。まあ、ってことみたいになってそうです。ってことになってますけど。はい、でも、ある意味一番、逆に言うと、本当の実体験だとは思うので。いやー、M 型買って、ネズミさんの後ろ姿とか間接的に撮ってみてほしいな。いいですね、はい。サンフランシスコに合いますかね。めちゃくちゃ合うでしょう。思いますね。基本的に M っていうかライカの M っていうのはちょっとサイド落とし目だと思うんで、うん、それをサンフランのこうバーンっていう色鮮やかな世界をちょっとしとっと、うん、まあリニアコーヒーのあのイエローとかいい感じに映ってますよ、はあはあ、うん、ライカで。まあちょっとそんな、まあ意外と Q2Q3 のインプレッションは西田さんチャンネルの方でだいぶお話しさせていただいたので、確かに確かに、まあちょっとそっちは実際にはちょっとなんかタイトル的にはもしかしたら Q3 の話がもっと聞きたいって方多かったかもしれませんけど、それはそっちを見て、まあ動画本当に動画撮られます？撮ります。急にちょっとインタビュー撮ってとか、よくそのウェブでなんかこう海外の方に鈴木プロデューサーが中国のお客様にご挨拶みたいなことになるじゃないですか。そういう時はもう Q で撮りますけど。 Q2 から3で何か違いありましたか？やっぱり当たり前ですけどオートフォーカスが合い続けるっていうのがすごく大きいですね。やっぱり前は必ずオートフォーカス合わせて回してたけど、やっぱり動くじゃないですか、うん、だからマニュアルで撮ってましたけど。あ、そうなんですね。まあ、やっぱマニュアルで撮るとブレるし、うんうん、でもこれはもうその必要がないので、はいどうぞ OK ですっていう感じなので、うん、まあ、それも格段進化ですね。初動遅かったりするのは気にならないですか？あんまりそこはないです。まあインタビューの場合はもう回してから。ああ確かに。だから それはないですよね。Vlog とは違う。僕らみたいなまたその過酷な条件というか自撮りしたりとか、僕はね正直 Q3 は僕のあくまで感想なんですけど、まずオートホワイトバランスがまだ弱いなっていうのが感想と、うんうん、なんでケルビンを自分で調節してから収録したっていうのがサブチャンで一発と、うん、あとフォーカスはやっぱちょっと低コントラストだとやっぱ相当厳しいなっていうのがあるかな、うん、僕自身が R3 使ってるからキヤノンの最高峰の AF 使ってるんで、うん、そこと比べるのは酷だよねっていう感じだけど、そこに慣れちゃってるともう明らかにちょっと厳しいっていう、うん、僕も α7-4 持ってますけど、あ、そうですね、そこと比べちゃうとまあっていう、まあって感じです。何やっても続きますもんね、1でもっていう、多少抵抗トラストでもね、うん、ねじ伏せてくるから。あ、なんか半押しした時に強制で僕は Q2 の時はフォーカス合わせたんですけど、うんうん、その食いつきが意図的だと思うんですけどすごい遅くて。あ、それが遅いんだ。遅いんですよね。だから最初安排のためにわざと遅くしてる可能性ありません、うん、だいぶ遅くしてる気がします。下手に急がせて向こうにオーバーしちゃって戻ってくる、うん、そう、それはない、ないから。それはないですけどね。だから超ジェントルみたいな感じですよ、うん、そう、うん、四国だったわみたいな、そんな感じですよね。そんな感じですね。わかるわかる。だからまあそこはちょっとまだ違和感を感じてて、多分これから1年ぐらいかけてだんだん育っていくという前提で使う楽しみが
だから今日の対談自体が1週間使用対談だから、まあまあ、このぐらいの落としどころで正解だと思うんですよね。で、うん、もちろんなんですけども、この Q3 がダメなカメラとかでは一切ないっていう感じなんですよ、うんうん、だから良くなる。だから Q2 はつい最近まで進化しましたね。そうですね、うん、それは嬉しかったですよね。あと1個、これは僕まだ意図的に僕 Q2 使ってないんですよ、 Q3 を手に入れてから、うんうんうん、で戻サンフランシスコ戻ってから実際 の、 そのサイドバイサイドで横比較とかやり始めようかなと思ってるんですけ ど、ね、ただなんか体感的には Q2 ってなんか 28mm っていうのから 24mm ぐらい画角が広かったんですけど、なんか Q3 の方がちょっと画角が狭いように動画って撮るときに、ね、それはぜひ検証していただきたい。そうだからちょっと手ぶれ効かせてるから、もしかしてちょっとクロップしてるかな。あ、それかもしれない。だってこれも手ぶれ入るだろうけど、写真から動画モードにしたときに、明らかにこうクッてなる。明らかに画角がクッてなります。僕ねこれメニューがちょっとあるんで、あ、俺これ石井さんのごめんさんこっちね、自分の割り当てが、はい、あ、いいです、あ、自分の、なんか、あ、ほんとだ、ちょっとだいぶ、あ、1.2 倍いくね、だいぶ 1.2 倍だ。これ手ぶれのための、そうか、手ぶれの手ぶれ性のクロップかもしれないね。もともと 28mm よりも広い。ソニーもキャノンも結構手ぶれ入れると、だ電子手ぶれも入ってるかな、もしかしたら。そうなんです、ね、うん。もともと28と24ぐらいの価格だっていうふうに萩谷さんなんかおっしゃってましたけど、ね、僕はもう素人なんで分かんないですけど。なるほどなるほど。ほら 9は Q2 はそんなに変わんないですよ。つまり 1.1 ってとこかな、これだと。こっちは 1.2 って感じだね。やっぱりじゃあ違うんですね。違いますね。そう、それを体感的になんかすごい、うん、あ、なるほど、画角が狭くなったなっていうのはちょっと感じたんで。やっぱそれだけ毎日使ってるから、うん、肌感覚で、あ、でも今確認できてよかったです、うん、やっぱ明らかに違う、違いましたね今ね。そうだから、あえてきちんと検証せずに自分のちょっと感覚で語ってみようかなと思って。楽しいですね。僕もそれ結構大事にしてますね、うん、スペックとかあんまり調べなくて、うん、自分にはこう感じるっていうところすごい大事にしてて、うんうんうん、ファインダーの半押しした時のノイズも西田さんが気づかれてね。確かに、あ、僕はもうそこで触った瞬間に、うん、こっちかと思ったんですよ、うん、あ、ソニー系かーみたいな感じで思って、うん、なんかその情報入っちゃうと、その情報でこう自分の中でこうバイアスしちゃうというか、そうそうそう、なんかそう思い込んじゃうんで、ちょっと今意図的にしてたけど、やっぱりちょっと確認できたんでよかったですけど、うんうん、画角がちょっと狭くなったんで、自撮りとかが結構 Q2 はなんか自撮りができたんですよ、うんうん、すごいですよね。あの半押ししてるフォーカスある感じがなんか振動でわかるから、うんうん、いけたんですけど、こっちはあの画角がだいぶオスタンドが強くなっちゃったんで、うん、あ、そこでも気づいたんですね。そこでもちょっと自分の手の尺からっていうね、うんうん、あれちょっとっていうね。そうそう、なんでなんかそういう意味では、まあ、ちょっと動画に関しては今のところ完成度だけじゃなく、そのスペック差はあるかもしれないですね、うん、今は勝手にボディ内で電子手ブレオス入れてて、うん、で後々ファームアップで電子手ブレオスで切るいるとか、それももしかしたらとかね、例えば、ね、確かにしたら今も切れるのかな、わかんない、はい、自分も全然動画調べてないから。そうそう、まあ、確かにでも手ブレ補正だいぶ効きが良くなったから。あ、そうですか、それは使いやすいところでは、まあ、それでしょうね、きっと、うん、まあそうですね、まあそれはそうでしたね。ただまあ本当に M9 使ってらっしゃる方はね、 M9 最高っておっしゃるし、M11 にしたくて M10 にする人もいるし、うん、そうなんですよ、そこも面白いですよ ね先ほどちょっと話しましたけど、やっぱハイライトが広がった分だけかなり自由度は増してるけど、その自由度が逆に困惑する人もいると思うんですよね、まあ、普通になってっちゃう、普通のカメラじゃんみたいな、うんうん、だからまあ動画的にはそのくらいですかね、僕としては気になったのは、うん、まあ本当に1週間目なのでね、だからそれこそ半年1年とかまた追加対談じゃないけど、うん、そのまた半年ぐらい経ってからの話し合うとまた全然違ういいですね、うん、話になるんだろうなっていうのは感じますよね、うん、まあでもなんか機能詰め込んで進化していくことがどっかみんなクエスチョンついてるじゃないですか、うん、そこそれに答えてくれるのがやっぱ楽しいですよね、うんうんうん、まあという感じですかね、うん、はい、すいません、なんかいや楽しかったです。半分ぐらい、なんかこう勧誘されてる気分になりましたけど、最後首にかけて締めのお言葉いただいていいですか。はい、いやこれだから似合いますよね。いやもうさっきからそう思いません、いや似合うが一番大事です。いやそれも持っててかっこいいってのは別に、このグリップのこのこれが違うのびっくりしました。この違いますよね、あのこれこの凹みは当初
もう相当賛否両論っていうか、ピが多かったって話なんですよ、ね。はい。まさかここにくびれ入れるなんて美しくないっていう、ミニマルデザインとしてっていう。この、これなんかめちゃグリップ感いいですね。で、M11 はここ、なんていうのかな、アルミ削り出しじゃないですけど、ちょっとザラザラした形になったんですよ。本当です。クロームっていうか、メッキのなんて処理が。うん、そのおかげで、指止まりがかなり良くなってて。そう。だから僕もサムレストなしです。400g 台ぐらいになってくる、ここです、ね、押し、うん、動く、そう、400g ぐらいになるとちょっとサムレストつけたいけど、あ、でも確かにシャッターがなんかこれがもうないんです、そうないんですよね、あ、うん、で重いのかね、ちゃんと映るんですよ、うん、重いのかちゃんと映る、確かに、うん、これ 1m までしか寄れないからね、でそれでももう切っちゃうんですよ、シャッターを、うん、寄れなくても、あ、寄れないんです、そう、これは特にオールドレンズの復刻だから、このくらいで予約テーブルにやっとって感じ、そう、だ距離感も変わるからなおさら下手くそになる感じがするんですよね、最初のレンズは揺れるんですけど、最新はね別に使わないです、あんま使わないですよね、うん、むしろこの時の方が楽しいかっていうか、だどんどん適当になるんですよ、撮り方が、ある意味ではね悪く言うと、うん、その分なんか喋ってることが楽しいとか、うん、打ち合わせがなんか楽しいとかっていうとか、誰を撮ってるっていうのは逆に明確にはなってますよね、うん、今何を撮ってるかとかはよりソリッドになる感じ、あとちょっと写真撮ってとかって言われた時にいちいち設定とか確かめるじゃないですか、うん、全くないですもん、そうだわ、 OK みたいなっつって、OK ってくれるんで、まあ、5、6か4だな、うん、はいはい、いくよーって、そうはいっつって、はい、せーの、はい、はい、終わりにって、そうすると、はい、あの僕のあの初先輩方はむっちゃせっかちなんで、うん、ああもう早く撮れみたいな感じなんですよ、うん、ストーン M だったら OK みたいな感じだから、うん、それも僕にとってはメリットかも、確かもうあの最近のカメラで撮ろうもんにはちょっとでもなんか設定してると、あ、もういいよとかなっちゃう、どんだけせっかちめっちゃせっかちなんですよ、もう一発 OK みたいな、なるほど、ね、結構レッドとか確かに似てるかもしれないですね、もう、うん、ある程度撮っといたら後でっていう感覚もあるじゃないですか、そうですね、ちょっとね結構後でって感じかな、うん、後でもいけるし、暗めに撮っときゃ大体いけるっしょみたいないや、だからなんか皆さんがそう言ってる言葉が結局なんか、まあ真実かどうかは別にしても、うん、やっぱりその蓄積されたところでの終着点というか、うん、ある程度収束した回だから、それはレッドに関しても同じような感覚があったんで、今回の本当半年の間のいろいろな経験値はなんか腑に落ちるんですよ、うん、だからまあちょっと検討しますということで、はい、ありがとうございます、ありがとうございました、はい、はい、Yeah, it's such a clap. And it's such a clap.